東日本大震災が起こったのは、私が部隊に配属されてから1週間以内のことでした。幹部構成学校を卒業してすぐです。私が実際に災害派遣活動に行くまでには、約1ヶ月間間がありまして、こういったトラックに乗って陸路で行きました。熊本から大阪のあたりまで行きまして、そこで一泊群馬県等の方に行きまして、でその辺でまた一泊して、最初に行った場所は宮城県の南三陸町です。もう家も何にもない瓦礫の山だけの町を見て、ものすごく喪失感を感じました。後方支援について全く知らない状態だったので、かなりの不安はありましたけれども、現場に行ってこう人を助けたいという気持ちの方が強かったです。入浴班長をしていました。もう大体1回の入浴で20人ぐらいで、1日で200人ぐらいだったと思います。被災者の方を誘導したりですとか、お湯を供給し続けることとか、でその水は災害の時ですので、自衛隊の浄水セットというものがありまして、それで川の水を浄水して持ってきて、それを沸かします。あとは自治体関係者等との調整になります。被災者の方々はみんな、いいお風呂だったよ、ありがとうと言って帰ってくれました。発災してから1ヶ月ほど経ってからだったんですけれども、今日やっと風呂に入れたって喜んで帰ってる人もいまして、あまり人目につかないようなところでテントを張って生活をしていました。普段の演習とかとあまり変わらない状態感じです。みんなこの悲しい感じというか雰囲気でしたので、やはり元気と癒しを与えられるように、そういうのを心がけてました。幹部自衛官の仕事の幅はとても広くて、いろんな仕事にチャレンジできるというところだと思います。その都度、自分の成長を実感できるところだと思います。もう一つはその、部隊の指揮官ができると。中隊長を離任するときに隊員にいい中隊長だったと言われたことが一番嬉しかったです。今度はその、師団の兵団を担う、連隊長、後方支援連隊長をやりてみたいなと思ってます。女性の仕事の幅っていうのもとても広がってきてるなと感じます。日本はもちろん世界で活躍する女性が多くいます。みんなプライベートも充実させつつキャリアを積んでいて、男女平等に評価されますので、自分の力を試せるいいところだと思います。